紀元前一世紀頃のトハラ人の位置。トハラ人は古代ギリシアローマの資料にグレコバクトリア王国を滅ぼした遊牧民として記されている民族。またはバクトリアがトハラ人の土地という意味でトハリスターンと呼ばれるようになった地域に住んだ人々を指し中国や日本の司書ではトカラ人と表記される。またはかつて タリム盆地で話されていたトカラゴの話者を指す。最近の研究では、トカロイとトカラゴ話者が同じともされる。古代ローマのストラボンはその著書、チリ氏において、ギリシア人からバクトリアネ地方を奪った、スキタイ系所属として、アシオイ、パシアノイ、トカロイ、サカラウロイを挙げており、これがトハラ人の書出と思われる。ギリシア人からバクトリアネ地方を奪ったとは、 グレコバクトリア王国を滅ぼしたことを指しているが、それが何年に起きたのかは不明で、ただ紀元前130年代のいずれかに起きたことは確かである。トハラ人はその後もバクトリアに居座ったと思われ、中国の司書がこの地をトカラ、トカラと呼んだり、西方史料がトハーリスターンと呼んだりしたのもそのためだと思われる。紀元前129年頃、 全館の長剣がこの地を訪れ、当時の大過国の様子を見分している。この大過国であるが、この時すでに、大月市の信仰にあって、大月市の占領下となっており、城郭に住む、大過人は戦を恐れていたという。ここで、紀元前130年代に、戸原人によって占領されたバクトリアは、戸リスタンとなったものの、間もなく新たに、 大月氏の信仰を受け、トハラ人ともども支配されたと推測されるが、詳細はわからない。一方、パルティア王国のアルタバノス一世は遊牧民である、トカロイ族に悩まされ、ついに戦争を仕掛けたが、腕に負った傷が元で死んだ、ということが、ポンペウス・トログスのピリッポス氏に記されている。これ以後のトハアリスターンにおける、遊牧民トカロイの辞籍は不明だが、 トハラの地と名付けられた、この地域は、クシャーナ朝、エフタル、特決と、様々な支配者に、支配されながらも、シルクロード交易の中心地として繁栄することとなる。7世紀以降、トハーリスターンはイスラム王朝の支配下に入って、イスラーム化するとともに、ホラーサーンの一部となったため、次第にトハーリスターンの語は使われなくなっていった。ストラボンによると、アシオイ、パシアノイ、 トカロイ、サカラウロイの出撃地がヤクサルテス川対岸にあたり、サカイ、ソグディアノイリオ族の地方に面して、かつてサカイが占有していた地方と記している。バクトリアにあたる大カ国とは別に、漢字文献では、古くからかつ、末から雨天にかけての地域が大化と呼ばれており、一帯では、トカラ語 B 方言が使用されていた。 中国の師匠がこの地を大化と呼んでいたことの仮説として、タリム盆地にいた大化人の一部が、月氏の生死により先に、バクトリアへ侵入して、大化国を建て、その後に、大月氏に征服されたためとする説があり、中国人研究者に支持者が多い。他にも月氏に、元々服属していた大化人の一部が月氏に従って精神したためとする説や、 月子と同じ時期に、強度の攻撃を受けともに精神したためとする説などがある。ストラボンなどが記す、トカロイは、スキ体系とされているが、言語系統については不明である。また、クシャーナ朝時代の碑文により、クシャーナ朝で使われていた言語が、東イラン語群に属するバクトリア語であることがわかっているが、最近の研究で、ウイグル語訳の、 大事恩寺山蔵法師殿に、延期、記事を、大月氏の遺留部族と記した箇所が見つかったため、祭点の京で延期が月始と記される点と合わせ、クシャーナ朝の前の大月氏では、トカラ語を使用していたとする説が、有力視されている。タリム盆地北辺地帯の国々で話されていた言語を、トカラ語と言い,い、その話者を、トカラ人と呼ぶ。 これは20世紀の学者によって命名されたため、トカロイと直接関係があるかどうかは結論が出ていない。トカラ語は、陰王系のケントゥムゴハに属し、陰王系のさて、ムゴハに属す東イラン語群すなわち、クシャーナ朝の支配層が使用したとされる、バクトリア語とは別系統であるが、その前代にあたる大カ国、大月四国で使用されていた可能性が高いとも考えられている。 また、タリム・ボンチ南辺地帯には、トカラの旧地と呼ばれる場所が存在したので、ある時期には、北道、南道ともに、トカラ人と呼ばれる住人がいたと思われる。ストラボン、ギリシア・ローマ世界地史ユニアヌス・ユスティヌス小録、地中海世界史資料によっては、トキソリー、ツクスリ、ツサラ、ツキサラ、ソッドカル、トチャリ、トカラと表記される。ジョフ・ミタエル。 トカラ人起源研究日本語訳、ギリシアローマ世界一史、ポンペイウストログスの地中海世界史では、サラウカエ族とアシアニ族がバクトリアとソグディアナを占領したとしている。随所、北史、旧東女、新東女、大東西行き来、四季大変列伝、これについて、古くから議論されており、大家は、グレコバクトリア王国を指すであるとか、アシオイ、パシアノオイ、 トカロイ、サカラウロイの4種族全体が、大月市を指すとする説、郷土の遁光異跡の征服時に、月子ともども、トカラ人の一部も精神して、バクトリアへ侵攻したとする説などがある。地中海世界史のこと。大阪1998、P439、出土物から、大月市やクシャーナ町の統治下で、トカラゴア社が、 支配層の一角にいたことが推定されている。ジョフ・ミタエル、トカラ人起源研究、それ以前は、文字記録がなく確実に証明可能なのは3世紀以降、四季、感情、五漢書、三国史、ジョフ・ミタエル、トカラ人起源研究遊牧民族の代名詞としての意味なのか、スキタイ語を話していたという意味なのかは不明。スキタイ系言語の和者だとすれば、 東イラン語群に属す。一方で、トカラ語であったとする説もある。スルフコタルヒブンやラバータクヒブン。ジョフミタエルトカラ人起源研究。現状、大統裁危機。ありがとうございます。